当社プレミアムポリマーコーティングの汚れ落とし効果を実演してみたいと思います。このように、洗車で落ちないような劣化したコート材の跡や、水垢等を除去してみたいと思います。まずは当社プレミアムポリマーコーティングをよく振っていただき、最初は付属のハンドバフに最初はちょっと多めに、S の字を描くような感じで塗布していただき、少しなじませ汚れに対して縦横にこう擦っていただき、まあ、40、50センチ四方を擦るような感じで、まあ、こう拭き施工した部分を付属のマイクロファイバータオルで拭き取っていただきます。で、伸びが悪くなったり、してきた場合は再度一筋ぐらい垂らして、もう次2回目は馴染んでますので少量で構いませんのでしていただき、また別の部分とか、まあ、取れてないようなところをまた擦っていただくという感じで、力加減は皆さんの感じで、まあ、汚れの落ち具合で加減してください。このように、蓄積した汚れや、頑固な水垢等も取れ、素晴らしい光沢が蘇りました。このような高速などを走った後に、ついてしまう虫の、洗っても落ちない虫の死骸の跡を濡らして絞ったマイクロファイバータオルにポリマーコーティング少量つけ、軽くこすっていただければきれいに除去することが可能です。なるべくこういう汚れは早めに取らないと塗装に浸透して落ちないような塗装自体のシミになったりすることがありますので、見つけたらスポット的にポリマーで取ってもらうのが一番おすすめです。Thank you.